Champion. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to the One of Chris Warriors Party, TNA World Championship of the Heavyweight Division. Please welcome, fighting in the blue corner, challenger from Japan, representing the Wrestle One, Seiya Sanada.さんがレスラー初のタイトルマッチに花を添えます。海外遠征を経験し、自由な発想を手に入れました。世界を見渡す広い視野を手に入れました。強くなった海外への思い、そして憧れ。真田聖也に2013年11月16日今日、海外行きのパスポートを手にできる、願ってもないチャンス到来です。そのボクシングのようなオーシャンブルーの海を飛び越えていくために、プロレス人生を変えるかもしれない大一番、チャレンジャー真田聖也。Champion, a TNA World Heavyweight Champion from Gainesville, Georgia, USA. Ladies and gentlemen, AJ Styles.リング上では一旦チャンピオン AJ スタイルズからベルトの返還が行われました。レスルワン後楽園ホール大会第9試合は TNA 世界ヘビー級選手権試合60分一本勝負、チャレンジャー真田誠也対するチャンピオンは TNA から AJ スタイルズです。さあレスルワン初のタイトルマッチ、今ゴングを聞きました。まずは健さん、はい、AJ スタイルズが日本に帰ってきましたね。そうですね、前回ね、日本にやってきた時とかなり風貌が変わってるんですよね。はい、そして武藤さん、真田にとっては武藤さん自身もおっしゃってましたが、大事な一戦、大事な、これ分かれ道だよ本当に。はい、AJ か AJ スタイルも以前俺全日本プロに所属してる時に見たことあるんだけど、はい、その時より全然雰囲気が違い、もう重みがあるというかさ、風格があるっていうか、うん、武藤さんからご覧になっても AJ スタイルズ風格がありますか？はい、以前見たこれより全然なんか風格が出てきたよね。現在そういった意味では本当に世界を転戦して、はい、TNA でも常にトップを張ってきている AJ スタイルズ、はい、まあ、より進化した姿が今目の前にあるということですよね。やっぱりそれほどね、もうキャリア積んでますし、 X ディビジョンでね活躍していた頃から徐々に自分のスタイルもそういう重厚な方にシフトチェンジしておりますので、はい、この細かい攻防すごいね。非常に真田も一生懸命ついてるけど、はい、すごいスピーディーだなこれね。この辺のね、そのスタイルはトラディショナルなね、オーソドックスなものもちゃんとしっかりとねできるというところを見せてますよね。本人の口からもあったんですが、AJ スタイルズ、まあ、飛んだり投げ技がよく僕のファイター取り沙汰されるんだが、はい、レスリングのバックボーンがあるから僕はしっかりできるんだと、そういうところも見せたいという話していました。はい、さらには相手のふくらはぎを決める新技の投入も今回試合前に予告しています。出ましたね。カーフキラーという技らしいですけどね。はい、最初にカウントを迫っていったのはチャンピオンの AJ スタイルズ。さあ対する武藤さん、はい、チャレンジャーの真田誠也、この戦いに一番どんなことを期待されますか？何を求めますか？いや、俺どう格好つけようがいいけどさ、やっぱりがむしゃらにいかないと勝てないと思うよ。で、がむしゃらにしないと世界で通用しないよ。外旋キックした時は何か一歩前とちょっとキャラが違って、はい、まあ何か悪ければすかしたような、そんなキャラクターで書いてきた、そういうやり方でもいいけどがむしゃらにやってくんないとなる。まあその辺はね、その試合展開をちゃんと見ながら、そのやっぱコーナーをつけた方がいいでしょうね。はい、あまりやはり一直線だけでいってしまうと、やっぱスタイルズのその思うつぼになってしまうと思いますので、はい。今まで培ってきたものすべてをね、その配分よく出すのがやっぱり得策ではないかなと思いますね。日本でデビューしキャリアを積みました真田。まあその後海外遠征へ飛び立っていったんですが、9月8日このレッスルワンの旗揚げ戦で海外から帰国、そして所属となりました。まあこれまではずっとカイとのシングルマッチがありました。その中で今回迎えた大事な一戦です。このアームブリーカーも速い、リストロックの流れの中でね、ああやって腕殺しいきますからね、これハマーロックきましたね。レスラーとしては武藤さん、はい、予想外の攻撃を受けるとダメージもいつもより多く受けてしまうんじゃないですか？そうですね。ただね、AJ の方はさ、もう世界にいろんなところ行って、この前もメキシコでもタイトルマッチしたばっかりだからね、はい、だからいろんなレスラーとはもうなんかやってますよね、きっとね。ということは、もうどんなスタイル相手でも対応できると、そういう柔軟なところは絶対持ってますよね。もともと世界チャンピオンっていうのは、その行く先々の土地の、ね、選手を相手に、未知の選手を相手に防衛戦やるのが世界チャンピオンでしたからね、はい、そういう意味では本当ね、戦ったこの相手とやっても、そのしっかりとね、王者らしい、プロレスができるという、よし、ね、ジャパニーズ、レッグロール、クラッチ、ホール、はい、今のいいですね。いや、まさにそのチャンピオンを翻弄する動き見せています、チャレンジャーの真田誠也。ここもカサドーラ飛びついていく。いや、これはいなしたギャルにアームドラッグを落としてさせません。うまかったな、真田誠也の動きをね、アームドラッグ一発で止めましたね。綺麗だったな。いいですよってまさか綺麗だよね。いい仕掛けだと思ったんですけどね、スタイルズは全く動じなかったですね。まあ今回、もともとこの2人のシングルマッチは先に組まれていたんですが、 AJ スタイルズが先日メキシコのトリプルエアでエル・メシアスとのタイトル戦に勝利、防衛したことで初のタイトルマッチとなりました、はい、まあ本当に世界を転戦して、今回AJ スタイルズ真田のこと正直にあまり知らないと話しましたからね、そういう相手をしっかりとこう受け止めて防衛してきているチャンピオンです。そういうことですね。まあ本当ね、TNA 世界ヘビー級のタイトルマッチが日本で行われる、これは2回目なんで、2回目なの？はい、かつて新日本プロレスで、ジェフ・ハーディ選手がチャンピオンの時、内藤哲也選手防衛戦を行いましたけど、はい、それ以来となりますね。ここは素早い展開だ。わあ、綺麗だぞ。グラウンドでも、そしてこういった立体的な動きになってもしっかりと自分の持ち味を見せてまいります、AJ スタイルズチャンピオン。さあ一気に場外の真田に向かって、おこれ今ベースボールキックですね。ですね、はい、サードロープとセカンドロープの間ですか。通常はサードロープの下行きますからね。何でもできるんで、グラウンドも飛んでるしね、何でもできるんだ。それじゃなかったな、チャンピオンになれないよな。なれないですね。正直体ちっちゃいじゃん。ね、あの隣のあのセコンドついてるやつ大きいですからね。それでも彼がトップなんだから。あのね、体の大きな2人がああやってセコンドを作ってから、それだけやっぱりチャンピオンとして認定されてるってことでしょうね。ということですよね。ボディスラムからこの空中でトリッキーな動きを見せた後のニードロップです。こういうのが嫌でしょう、佐野選手としては。片指固め、カウントは2、右の肩を上げてまいります。ちょっと武藤さん、チャレンジャーの真田元気ないですか。そうですね、今のところはですね、ただまだ見てると思うんですよ、真田も。まだスタイルズがどんなレスラーかというのを見てる段階だと思いますね。お客様もこのチャンピオンはどういうチャンピオンかってまだ見てる中で、だんだんね、拍手が多くなってきてるんですね。リスペクトの拍手。ここは逆に受け止めてコブラツイスト。これは真田考えました。一瞬笑顔も見えた真田誠也。 AJ スタイルズは強さだけじゃなくて花がある、自分も花のある選手になりたい、戦えることは嬉しいと語った真田誠也。その気持ちを結果に結びつけていかなければいけません。いや逆にお、これかこれか、新しい技か。いや必死にロープエスケープ。新しい技やろうとしたでしょ。やろうとしましたね。真田がちょっとよく逃げたね。よく研究してましたね。いや、とっさに分かってないけど逃げたね。強引にね。それレスラーっていうのは本能で感じるものですか。なんかやばそうな感じしたんだろう。まあ AJ スタイルズはケンさん、事前に新しい技があるって宣言するということは、それだけ自信があるということですよね。相手にそれが伝わっても決めることができるという自信ですよね。ただ AJ は真田の技は知らないからね。はい、そうですね。そこが勝つ要因というかさ。落としていく、スワンダイブさせません。今落ち方も危なかったよ。海外遠征から帰ってきて、そのステップテスターを身につけました真田誠也。さあ今度は場外のチャンピオンに対して、フェイント一発入れておいてから食べ込む。危なかったな、今やっぱり状況見えています。そして大胸筋を動かす。こうやってね、やっぱりその場内の雰囲気を自分の方に呼び寄せるのもね、戦いの一つですからね。今のパフォーマンスは生きたパフォーマンスですね。自分を乗らせるためにもね。さあ今度は場外戦です。真田がどういう仕掛けを見せるのか。あと3選手落ち着いてますね。相手に飲まれるのとか一切ないですね。そうですね。まあそういった意味でも本当に精神的に強くなりたいと言って海外に飛び立っていった真田誠也。行く前のたまにこうちょっと心もとないような雰囲気垣間見えたんですが、そういった部分が一切なくなりましたよね。なくなりましたよね、本当にね。AJ さっき危険な打ち方したからね。あれは多分 AJ 予測外だよね。想定外だ、想定外だった。技をもらいつつも回復を図ってますね、今ね。今度はチャンピオンに馬乗り状態。ナックルパート落としていく。それにお客さんが呼応します。そう、ここは日本、東京水道橋聖地後楽園ホールです。水平一線。いや、ここも簡単に攻撃は食らえません。さあもう一度真田がチャンピオンの頭部に拳を落としていく。健さん、真田が蘇生してきましたね。徐々にリズム掴んできたんじゃないですか。そうですね、やっぱり真田選手ね、その自分の、ね、ペースにその会場全体を持っていった方がね、戦いやすいでしょうからね。ロープに送った、さあケルボー、ここでカバーに入ります。いやいやいや、カウント叩かせません。ボール行かせないですね。実は若手時代の韓国遠征の時に AJ スタイルズが一緒になったらしいですね、サラ選手ね。その時もちょっとちょろちょろっとしか喋ったことはなかったらしいんですけどね。やっぱ間近から見てやっぱりオーラのある選手だってことをその当時から感じたらしいです。その時当時真田は若手、1回の若手でした。はい、その時点でスタイルズはもうアメリカ中で知れ渡ってるね、やっぱトップレスラーでしたね。今はしっかり同じリング上肩を並べた状況でタイトルマッチを戦っています。自分が世界で見たらどこまで通用するのか気になる、美味しいところを持っていきたい、そう話した真田誠也。今チャンスが目の前にあるんですが、今クロスボディが同時相打ちになりました。そんなこともあるんですね。2人ともクロスボディに狙いましたね。まさに合わせ鏡の攻防があった両者ダウン状態です。そういう意味ではね、狙おうとしているものがなんか似通ってる2人かもしれないですね。そうですよね。本当スタイル的にもね、通じるものが多いと思いますので、真田も実際自分が参考に見てきた選手というのは正直に話をしていました。その中で実際今リング上で戦ってみて、ここまでどんな感触を得ているのか。ローリングエルボー、ここはかわされた。逆水平連発で持ってまいります。対角線に送る、距離を取った、間を取って、ここは中国だ。しかしこの辺りの動き、身のこなしです。さっきこれを狙ってたんでしょうね。さっきこれを狙ってたんだろう。ワンタイム式のエルボーアタック、今のは強烈だな。さらにファイヤーマンが高い上げた。どうする、ファイヤー牛殺しだ。牛殺しですね。牛殺しを見せました。さあ片指固め、カウントを迫る。カウントは2、カウントは2。AJ スタイルズには必殺技のスタイルズクラッシュ、あるいはその新技。 AJ スタイルね、あらゆる技に説得力があるよな。そうですよね、今度は逆に真田がここはリバース、いや離さない、クラッチを離さなかった AJ スタイルズ。まずい、なんとか回避、ここはなんとか回避しました。いや、あれ食らうわけにはいかないですからね。ここもなんとかうまくかわす。ラビットだ、さあ RKO からカバー。今チャンス、今チャンス、今いけ、今これチャンスですね。お互いスタミナも全て考えてば今のチャンスは。さあ真田誠也、千載一遇のチャンス、世界に羽ばたくチャンス、ものにできるかどうか。ここは膝、何かこう武藤さんのようなね動き見せましたけども、AJ スタイルズバックの攻撃、消耗戦となってまいりました。消耗戦となってきた。さあチャンピオンは何を見せようと。フェノミノン、ここでフェノミノン DDT、 いや行かせない、行かせない、逆に、いやフライングメイヤー、 AJ スタイルズも切り返した。今度は逆に持ち上げた。いや、どっちだ、この攻防を制するのはどっちなんだ。後ろに着地、バックを取った、投げを打つことができるか。何、どんな攻防してるか俺も理解できないよ。もう一度、もう一回決めた。あー、来た、ロミナ DDT、 完璧に決まってしまった。さあ返せるか、さあ返した。ギリギリ寸目のところで肩を上げました。いやー、真田選手研究してるんですけどね、その上を行きますね。何を狙ってるの、どう切り返したのか分かんないね。どっちが切り返したか分かんない。分かんないですよね。そしてチャンピオン、勝負かかってきた。ここで何を見せるか。ダイブ式、これはなんとかかわした。呼び込んだ真田、バックを取った。まだ余力はあるか、バックの取り合いだ。さあどうする、フルネルソン、いやタイラースブレッジ、ダブルのセカンドブレッジ。さあこれでベルト、チャンスだ、今の欲しかったな。さあ、がっくりしてる余裕はないですよ。そうですね、はい、攻め込まないと。一気呵成に行きたいところ。試合は15分を経過、試合は15分を経過。さあ、真田チャンピオンを青コーナートップにセットしました。一体何を出そうというんでしょうか。何やんだよ。スーパースターか。なだれ式を狙う真田。ここから一気に投げを打つことができるか。こらえるチャンピオン。おおおおお、なんだ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 、何を見せるんだ。いや、高角度、前方回転、エビ固めでスリーカウントを狙う。いや、先の読み合い、高度な攻防、オーバーヘッドキック、当たりました。当たった、かすめた。さあ、さらに、あー、ここでまずいまずい、ここで、あー、来るぞ来るぞ来るぞ、最後の最終今助かったのはやはりそれまでに技食らってなかったことですよね。そうですね、はい、そして片方の腕はフックされてませんでした、はい、さあ、スタイリングクラッシュは何度も返した真田。ただ健さん、はい、チャンピオン有利、変わらないですよね。変わらない、逆転するの難しいな、今のこのパターンから、これで逆転できる何かが生まれそう。さあ、どうだ。今度は背後からチャンピオン、なだれ式を狙っていく。もう大技を食ったら万事休すと言っていいでしょう、真田聖也。いや、チャンピオンは右足をトップロープにかけた。何を狙おうというんでしょうか。いや、なんとか頭部にパンチを集中させる。ここからどんな攻防が生まれるんだ。ジェフ・ジャレットは言った、 AJ スタイルズと真田聖也だったら無限大な戦いを見せてくれるんじゃないか。さあ、ここから真田、サラダプレス。さあ、どうだ、これで取ったか。顎で入ったよね。逆に効いた形になりましたね。さあ、もう一発、もう一発、いや、これはダメ。いや、しかし膝にダメージ、自分にもダメージがあった真田聖也。足痛めたか。彼、蹴りもうまいね、なんかね。そう痛めたと見るや、すぐさまローキックを集中。ローリングベルボーカウンターはチャレンジャーの真田聖也。足痛めたか。そうですね。ちょっと武藤さん、この時点でこのダメージは厳しいですね。そのまま足を取って、健さん、これは新技ですね。新技投入、チャンピオンの AJ スタイルズ。これがカーブキラーなのか、これがカーブキラーなのか。さあ、ギブアップを迫る、ギブアップを迫るチャンピオン真田。今日お越しの皆さん、せっかくチャレンジャーに選んでもらったのに負けてしまいすいませんでした。でも俺はまだアメリカのあの TNA のベルトを絶対取り返してここ帰ってきたいと思います。おっとおっとおっと、なんだここでカズマ坂本だ。いやこれはいけません。またしてもデスペラードのカズマ坂本が乱入。タイトルマッチを終えたばかりの真田聖也を襲ってまいりました。ねえ聖也くん、アメリカ TNA ねえ知ってる？アメリカの性格じゃねえや、生活ってさ案外しんどいんだよ。それができるのかな TNA。 あよく聞いて、俺元ダメダメにだ元 WWE の俺がさいろんなこと教えてあげよっか。いや遊ぼうよ。ねえせいやくん俺と遊ぼうよ。まあ次だね。次今日お前もうボコボコだからさもういいや。とりあえず次からよろしく。Wrestle One.